YouTube チャンネル止まってるんだったね。かわいそう。NHK をぶっ壊す。2023年の今日は6月23日。ちょうど1週間前か金曜日にね、青白子こと三崎裕太君の家の前で、黒川君がですね、叫んでました。あなたは反社から、2000万借りた、記憶ないですかということで証拠を見せろということを僕が言ったら、黒川君はなんか見せしぶってたんですけど、なんとですね、今日先ほど、知り合いの週刊誌の記者が来てですね、その借用書の画面を見せながらね、ちょっといつも仲良くしてるのに、こう神秘な感じで、ちょっとガチの次第ですけどいいですかって来て、で、いいですよ別に、IC でも回してくれてもいいしって言って、いや実は福島、郡山って言ったかな、そのいわゆる反社って言われる、松なんとか様、フルネームさせて控えますけども、その立花個人の借用書というのを画面越しに見させていただきました。ちょっとそのデータをもらったり写真をもらえなかったんですが、子供騙しの借用書、誰が作ってんと、黒川君が作ったんじゃないかと思われるようなものでした。なんか2000万円、令和2年の何月かな、令和2年というと、僕は令和元年に国会議員になっていまして、令和2年の時に2000万円をですね、その暴力団と言われる個人から立花個人が借りたということを示す借用書でしたけども、もちろん名前のところには僕のサインはありません。ただ機械でワープロで売ったもので、ハンコはもうその辺で売ってる3本版です。で、僕の自宅の住所も違ってました。公表されているコールセンターの、東新公園 1-1-1-40 って書いてましたね。で、もうこんなの、もちろん普通そういうね、2000万円の借用書ってなってくると実印を使ったりとか、それを振り込んだ、あるいは受け取った現金だったら印鑑をするじゃないですか。領収書ですよね。何一つありません。で、もう当時は僕はもうそれこそ年収3000万ぐらいあってですね、お金借りたければ党から借りるわけですよね。立花個人が借りたければ皆さんにお願いをしてですね、皆さんが党にお金を貸してくるわけですよ。金利 5% で。そこから借りたらいいわけでしょ。もう全然ちょっと動機がわからない。ちょっと回してて。で、現に僕が今お金を借りたくて、お金を今貸してくださいって募集したわけですよ。で、そうすると皆さんにお見せしてますけど、このようにね、今、残高が2700万になってますけど、この上見てください。お金下ろしたんですね。5600万か。5600万円ものお金が、お借りできています。で、これは、お金3000万ぐらい、ちょっと今、もともとの予定していた、供託金として使わせていただいているので、お金貸してってお願いすれば、こうやって一般の方から、おそらく6000万円とか7000万円、無利息無担保で貸していただけるわけですよ。その僕が、当時さらにその令和2年だったら、国会議員になって、辞めた後の国政政党の党首としてね、なぜ、その2000万円のお金をね、暴力団と言われる人から借りなきゃいけないのか。もちろんそんな一面識もないし、名前見れば知らない人です。ということでね、もうもちろん黒川君はカルトの人で、そういうね、子供騙しのような借用書を信じてですね、人の家の前の大声でね、凱旋をするというようなことが分かりましたので、これ週刊誌の記事になるかどうか分かりませんが、ちゃんとですね、黒川君には責任を取ってもらいます。こういったことをですね、公に発信をしたことに対しての名誉毀損、これは民事も刑事もあります。だから翼の党法に対してやるのか、それとも彼はあの時に明確に政治家女子法廷等の幹事長と言ってますから、本人の内心はどうでもいいんです。周りが見た時に、これは政治家女子法廷等というね、自称幹事長と自称党首がいるわけですね、おっさんね。この2人の競合関係があるということであれば、大さん個人に対しても請求できると。請求して通るかどうかは別にしても、大さんに対しても黒川君を止めなかった、あるいは彼に対して実は暗に指示してたかも分かりません。民事も刑事も含めてですね、やっていきますので。ただその民事も刑事も時間かかるんですよ。特に刑事の方は半年ぐらいかかります。だからなかなか黒川が捕まらないじゃないかとイライラされている方いらっしゃると思いますが、僕も警察からとにかく時間かかるんで待ってくださいと言われていますので、
彼らね、我々だけじゃなくて参政党にも攻撃をしているし、小池百合子都知事もやってるし、あと創価学会にも行ってやってるので、あと幸福の科学ですか、もうあちこちやってるので、僕が止めると言っても止まらないので、黒川君が逮捕されるかどうかは分かりません。ただおそらくもう刑事的な責任を取る日もそんなに遠くないと思います。今回のこういう僕が2000万円反社から借りた、もう借りたことも事実ではありませんし、もちろん反社とつながっていることもありません。ただ一般的に皆さんからお金をお借りしているので、その中に反社の方がひょっとしたらいらっしゃるかもしれないなと思っていたんですけども、少なくとも令和2年に2000万円を特定のね、一人の人から反社と言われている方からお借りしたということは事実ではありませんので、これについて黒川くんが、ね、反論できるんだったらどうぞ反論してください。あ、YouTube チャンネル止まってるんだったね。かわいそう。以上です。NHK をぶっ壊。